ぶっ殺してやる、ぶっ殺してやるからな。というわけでおはようございます皆様、ミケです、今回はモンスターハンターワールドのマスターマムタロトみんな待ちに待ったかどうかは定かではありませんが、マスターマムタロトに挑戦していきたいと思います。今回はなんとね、討伐できるということで、あの辛く苦しい日々忘れません黄金の巡婦、氷が出ない、あの辛さ忘れたことはありません。僕の青春時代を捧げたマムタロトをなんと討伐、ぶっ殺すことができるということで、楽しみにしていきましょう。何言ってんだかな。じゃあクエストを受けていきましょう。なんかね、イベントクエストで、ソロで受けられるらしいんですが、これ歴戦も来るってことだよね。何が終わりなき黄金時代じゃ、なめやがって終わりにしたろ、まあ、今回で。しかしこれによって武器がまた更新されるのかなとは思いますね。黄金の巡婦氷は現在最高属性値なので、最高属性値単位なので、無強化状態でディープシネーゲルと同じ、それがさらに強化されるとなると、氷属性は、黄金の巡婦氷になるのかな。まあ属性値はもう上がらないような気がするな、さすがにね。あれ以上強くなっちゃったらちょっともうわけわかめになっちゃうんで、はい。じゃあ装備紹介していきましょうか。こっちで見た方がいいかな。これですねはい。装備構成は赤龍の、守る守護る巡婦雷ですね。で EX 龍門シリーズということで、はい。まあ新龍脈覚醒の、まあよく見る意識ですね。これも多分使うのは今回が最後になるんじゃないかななんて思ってます。はい。スキル構成は、神属性攻撃強化6、性能4、体力増強3、回復量アップ3、属性やられ耐性3、懲戒心2、弱得集中3と、強化持続腕2、これはガード強化をつけるために仕方なく下げてます。砲弾ソテスアップ1、2、ガード性能2、ガード強化と、ことですね。でガード性能はあった方がいいんだけど、まあ今回は回避型でいこうかな。まあ保険ということでガード性能と強化つけてます。強化はね、あのマムゲロアタックがね、強化ないと確かきつかっ、強化ないとガードできないのがあるね確かね、だったので、この装備になりました。ディープシネーゲルはこれは変わっただけですね。構成は全然変わらないですね。武器が変わっただけということですね。で耐熱の装備、簡易に転身の装備と、いうことですね。で、武器 の、 あの見た目重ね着がですね、変更できるようになって、なんとあの見た目はトップクラス、性能は地の底ダークイーグルさんの重ねができるようになったんで、それを、守護盾に守護巡婦に、守護巡婦雷に、装備させております。でディープシネーゲルの方は、こちらですね。見た目は一流、性能は地の底初代なんだっけこれね、武器の名前で、まああの看板モンスターの、やべえ名前と忘れちゃった、交流のやべえ、看板交流の名前忘れるとかやばくねえか。まあいいか、まあそれぐらい影の薄い彼の、武器ですね。見た目はいいんだよな、どっちも名前めちゃめちゃな。でも一切使わないので、今回は重ね着ということで、で防具の重ね着もまああれですね、元金一式が、ガード武器の清掃ということで、それ頭にふわふわクイナ乗っけとっかみたいな感じです。早速ではこれでやっていきましょう。ソロで討伐できるかどうかは、分かりませんが、まあできる限り頑張ってみましょう。戻り玉持ったかな、戻り玉持ったかないとやばい気がするんだよね。持ってないね、危なかった。戻り玉を持って、でこれをここに登録して、てかもうあの落とし穴とか絶対いらないよねまあいいか、あってもいいか、戻らないもんな。まあ戻り玉で戻って、鎧が剥げたら、あの黄金の鎧が剥げたら、ディープシネゲルに持ち帰っていこうかなと思います。モンゼシルゲム層は、一式、ブラキディオス、ですね。はい、ブラキディオスの
炉心閣ですね。炉心閣まあ僕が一番好きなモンスターなんでね、シリゲムソウにもブラキディオスのように自由奔放に生きてもらいたいということで、ガタガタ言ってねでいきます。早っSSD なんでロード早いっすね。姉ちゃん討伐誘導開始、どういうスタイルになるんだろうな。あ、え、あ、そう、最初からそこにいんだ。ね、気をつける行動あったかな。まずね、マムタロとの胸の先の突起をつついてね、体を赤熱熱くさせないといけないんですよね、確かね懐かしいことにね、やっぱこの胸をつついて熱くさせるというね、正気かっていう管ドリンク飲んどくか一応。いやー、でもこっからスタートってことはなんか到達できそうだな。おっ、あ、来た来た来た、これね、いけないとやばいやつ。これ VR 界とかどうなってんだろう。うわきつかったな、思い出すな。え、ここスライディングすんだ。危ね、え、なになになに、何起きてる、全然わかんねえ。 OKOKOK、何それ、この場にとどめられて、まだそんなのあんの。マジでした、何やってるの。合ってるよね。これ変わらず胸つつくんだよね。あれやんなきゃ、ぶっ飛ばしの傷つけ、やべ、よし痛い。何が拾えんだろう。ガシャクだった。前回はねこれがなかったんで、傷つけが。一回パラしてみますか。通ってないというのが正直、赤熱しないと。やべ、これ強いよね。やばすぎでしょう。え、これまだ残ってんのこの仕様。乗ってない乗ってない、これ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 、ぶっ飛ばそうよ、頭傷つけてな。ぶっ飛ばしすればなんか OK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 、 これぶっ倒せるでしょ。あ、いいねいいねいいね。あ、なるほどな。これで傷つけといて、いいねいいね、これ傷つけた部位に確か空白が。それやべ、これ死んだのでは、死んだでしょえ、普通に火力やばくないか。危ない、持続重ねしてくるかった、こいつマジ許さん。落ち着け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 、大丈夫大丈夫、そんなに強くないから、あんだけ勝ってきた。これでどっかのタイミングで、それ怖えな、ひとっか転身。オッ
OK、OK、OK。ダウンはしないのね。了解しました。え、立ち去るとかあるんか。ソロじゃきついか。もっとバシバシ攻撃しなきゃダメか。様子見とかしてる場合じゃなかったな。これなんか地味に強いな。OK。 あーでも壊れてるの何かしら。これうーダメか。いけと思ったんだけどな。え、尻尾変わった。ちょっと乗れねえや。あー神山、てかもうあれなんだね、青で、ま、全部弾かれちゃうんだね。いやーこれやばいよ。噛み合ってないよ。これパート分けるかもしれない。ダメだ、弾かれちゃう。やべ、早かった。うん、大丈夫なゾーン。もう無駄ができてる。じゃあ弾かれてもいいから使うか。よし、狙い通り。うわすごいな、綺麗な。は帰っちゃうじゃん、帰っちゃうじゃん。え、むずくね、これ継続してんのかな、もしかして。呆然なんだけど俺。研究レベルすごい増えてるし。押すか。ちょっと話だけ聞くか。あ、じゃあ見とくか。ちょっとよくわかんない、よくわかんないから、よくわかんないから。え、どういうこと。あー、そのスタイルね。ちょっと待ってね。どういうこと ?50 でレベルが上がると。もう一回行こう。ソロでは無理では。ソロではちょっと厳しいのでは。ちょっと前回分というか今取った分がその後のマムタロトにも乗ってるのかどうかをチェックして、乗ってるのであればこのままソロで一回倒します。行こう。
乗ってないのであれば、生放送でやります無理よこれじゃあ行こう急いでな。Use whatever you can. いける気がしないんだけど俺。爆弾うまく使うか。爆弾どこ？まったくいける気がしないよ今んとこ。これもっと、わかったわかった、壁ドンしっかりして、で継続してねえじゃん。じゃあ無理だよ無理だよ。当たるんかーい。継続してね。やばいって。頭傷つけて、ちょっと待ちそう、斧でスッと降りんの嫌だな。頭傷ついたじゃん。で頭破壊狙ってこうか。いや胸部への攻撃っつったって、これマジそれ用じゃねえだろ、どう考えても。そうか、まあそうだよな、もともとマウンタロって外で飛ばせるモンスターじゃねえからな。いいねいいね、一回パナして、これ胸貼り付けないか。いけんじゃん。やーべ、あー怖い。やべ、押し込まれてる。死ぬ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 。いや当たるんかこれ。そうだよ、ちょっと落とし物拾っていい？拾った時間とかある？俺もう一回壁ドンして、いいね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 、壁ドン重要で、ここで放して方向が入るのでゼロどうすっかねこれね。とりあえず胸やらかしなきゃダメだよこれね。やっぱしっかり揉み込まないと。じゃあ属性武器じゃねえ方がいいな。あでも結構壊れんね。これ頑張れいけるな。当たるんかーい。飛ぶわ。まだよかった。厳しい。しっかり胸の肉を柔らかくして。くそ動くな。やらなきゃなんねえな。オッケー。
これ、それか、これきついな。当たんねえ。あれ、はまった。ああ怖い。てか普通に強い気がする。あ、こうつかめねえんだ。頭つかんで柔らかくして、無理じゃねえか、ソロじゃこれ。ダメだ。俺デッククリアできるかしね、これ。うん、ちょっと思考を変えよう。これ雷属性武器無理だわ。何してんの。危ない。範囲がひれ、範囲がひれって、積むって、その行動、武器によっては。お、分かった。もうブラキの武器持ってくるわ。これ多分無理だな、雷属性じゃ最初のこの第1回。あーキーチーってキーチー。あ、でもぶっ飛ばしできるね。ちょっと帰る前にお願い、ぶっ飛ばしさせて。あー無理だろ。うふむ。じゃあもう一回武器見よう。今んとこ多分カットしてるけど。殺せねえってこれじゃ。どうすっかねこれね。ちょっと待って、ガイナハウスじゃねえな、こっちだな。あれ属性値上がるね。これはバカ強いのでは。これだってレベルいくつまであんのよ。これレベルいくつまであんのよ。3回可能なんでしょ。で、快進撃属性がついてるんでしょ。斧強化運用めちゃ強いよねこれね。これやばいでしょ。カスタム強化はどこ行った、どこ行った、見失。あ、カスタム強化はできない。まあそりゃそうだよね、できちゃまじいもんな。あ、最終強化まで行ってねえからか。え、最終強化まで行ってねえからか。ちょっと待ってな。そうだわ、あ、できちゃうかもしんねえ。ちょっと待ってね。とりあえずプランが破綻したので、
こっちで行こうか。ちょっと動画どうなってるかわからないけど、が今日はいるよな。楽しい楽しいな。画境はいるな。こうだな。こうして、いやこれ火力上げないと話にならんだな。いやでも火力自体は高いか。これちょっとパナしていきましょう式でいきたいので、ガード性能上げるか。ちょっと一回これでいってみていい？で、万が一カットされてた場合は手も足も出なかったんだなって思ってください。で、カットされてなかった場合はこのまま戦うんですが、おそらく無理なので、この動画が上がるのがいつか分かりませんが、 YouTube の方で生放送で戦ってみるので、それを後々録画して動画にするかもしれません。ちょっと今のところ攻略方法が見えないレベルで火力が足りないので、ちょっと見えないね。勝ち筋が見えん。ちょっと一旦ガチルフでやってみようか。回避の層いるよな。これさあ、まだ今本当ダウンロード終わった直後なんだけど、これみんな最初にプレイするときはどうやってソロで勝つのって思ったよね。てかソロで行ってねえかみんな。これシコロ拾って種飲んで回避の層生きて、火力はあるよ。あ、え、2回判定あんの？それ。それが頭傷つけて。回避して、やーべ、離れる。あ、無理だった。これマジどうすんの。俺マジ勝てるビジョンが、とりあえず怒らせて軽く上げるか。こっちのな、いやでも胸も傷つけてきたよね、これね。OK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 。 これ多分いい感じだと思う。でどんどんやった直後に遠い、ここ、あ、そっち向くの、どっち向いてんのか分かりづれえな。掘ってくれたらそれはそれでいいんだけど、え、マジ遠くね。
わかりづらくない？これどっち向いてきた。あ、いいねいいねいいね。これ V 破壊できるんだね。あ、いいね。当たんないんだよな。これマジソロじゃ無理じゃねえか。無理じゃないかもしんないけど、このうち出るんだろうけど、クリアする人がね、モンスターが。今んとこ俺レベルじゃ無理だわ。まず胸なんか刺さなきゃいけないもんな。なんかしねえ。やーべ、ヒーローこれ。いいねそれ、いいよ。あんちゃんそれいいよ、もっとちょうだい、もっとちょうだい、それもっとちょうだい。よし、やっぱあの物理良かったね。物理良かった。でも今雷使いたい。超軽く出ら。これはブレスね。これ多分当たるよ。やべ。これガード性能強化いらん。これさ、ワンチャン残るんじゃねえか、次のエリアまで。さっきより長いだろ。だってこれおーい、来たよ。いける。雷武器属性の武器いらんわ。来た。討伐できるとは思ってないけど、正直今。でもこれは来たね。ダークイーグルさんの出番はないけど、来たよー。勝てるかな。勝てる気がしないよー。けど行けるとこまで行くよ俺は。石ころ拾って、まず落石して、これ変わるんだろ。よし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 、落石狙おうよね。新技使ってくんのかな。くそ、あんまり悠長にしてる余裕はなさそうな気がするんだよな。いいね、それ弱い。これ当たる？当たりそう。いいね。これは今もう落としたよ。当たんねえか。そうか、うわ超軽く出てる気がする。
うわ、これ多分やばいよ。気持ちが良すぎる。早すぎた。うん、出た。よいしょ。うわ、超気持ちいいけど。あ、出た、しゃべるパンチ。ちょっとごめん、集中しちゃってあんましゃべれないわ俺。やべ、見え。あ、死んだかも。死んだ。生きてた。だまだ生きてる。ちょっと耐熱はね、次のエリアまで取っときたいんだよね。ほっほー、かわいい。火力は十分よね。それなんか進行度なの。火力十分っしょこれ。尻尾いこうぜ。うん、ダメか。臨床するんだよな今回な。あ、ごめん、死んだ。絶対死んだ。絶対死んだわ。避けられる要素がねえわ。バー、置き攻め、置き攻めしっかり狙ってドン。ほい。あ、なんだ今。これあった。かわいい。これ怒り溶けてっから。こうよ。はっ。おい、岩めり込みいぬか今の。岩めり込みいぬかな今。じゃあ1回からのポンド。オッケーオッケー。あ、でもそんな効かねえな前よりかは。ちょっと硬くなりましたね。終わりか。終わりだ。終わりじゃねえ。来てる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 よ、みんな来てる来てる来てる。動画がどうなってるのか一切予想がつかない。でも来てるよ。イニシエの流氷すごいいいポイントもらえる。今ポイント不足なんですよ。来よ。出た。顔張り付けるか。ダメでしたね。さあ、尻尾壊そう。お、あれじゃん、なんかすごいやつじゃん。何してるか分かりづらいな、やっぱり。車庫入れ。あ、なんかすげえ食らってる。落とし物しねえな。よし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 、どこ行った。かわいい、あの手だとかわいい。角ないと畳ん。よし、こっちか。
ょうど天使切れちった。剥ぎ取りてえな、あれ剥ぎ取れっかな。それは何、ああそれか、やべ、オーバーヒートしてねえから何の効果もね。あ、出たムービーのやつ、一歩やべ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 、ここ潜る、ここ潜れるんで、ここ当たんないんで、逃げる隙なんて与えてないんですよ。すごい胸光ってる、もう熱、まあまあ体が熱くなっちゃった楽しいなおい。ここガードできるんでね、ここ硬質入るんで、入らなかったわ、死ぬ、やべ、いや、こっちで、あーよかった、耐熱保っててよかった、耐熱の装備、ここチャンスだったんで、行かせていただきますね。そんな入んねえな、言うほど。超剥ぎ取りで、これはチャンスのことだ。思ったほどの快感がないな、ダメージに。胸すんごいマジで。あ、受けらんないか。それずるい、それ強いね、大きい攻めに重ねてくんの、それ。あ、もう一発来たわ、必殺技なんだな、ゲージが溜まると空から降ってくんだ、あれが。どうやって避けんだこれ、端っこにはいいや、受けさせて、よしよしよし、あ、落としてんじゃん、これダウンするんだったりしね、なんだそれ、武器を収めてよかった、危ななんか死んねえけど、多分危ねえ。これ張り付くの難しいな、そうだな、頭攻撃主体だもんな、なんかのタイミングでこう、あ、今のは後すぎいけるな、え、効かねえや、怒ってなよく見たら怒ってな、やべ、よーしよ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 し、もう遠いぞ、こず今のうちに、立ち去るならその前に成功効かないんだっけ、剥ぎ取りで頼む、あーやべ、ぴょった、死確定、じゃないだがまだ生きてる、だがまだ生きてるが、もうあのいなくなっちゃうんですよね。これどうするんだろう、こうか、よし、いいね、胸意味あんのかな、か胸の部位破壊増えてそう、この光り輝く感じ、
やばい、それやばいって、よく避けられてる。あー、クラドミン切れてら、いらねえのクラドミン、このステージは。これ帰っちゃってたけど、次のステージあんのかな。なんかありそうな気配もあんな。動画時間がやばいことになってますが、そこはなんか編集でうまいことしていこうと思います。だ、ねえじゃんすごく大げさに切りつけるやつ。よし、転身よ。ずっと怒ってんな、挑戦者。挑戦者有用だな、これ。あー、聞いてる聞いてる。あ、聞いとる聞いとる。避けられてるよ。いいよ。勝ったわ。あ、飛ばしちゃった。くっそ。ごめん。癖になってんだ。キルアが音殺して歩くのと同じ。癖になってんのよ、飛ばすのが。やった。でも勝田は、なるほどな、勝田がソロでいける、ソロでいけるわ、よかった。うすごいイライラしてる。でもなんなら氷属性じゃなくてよかった、ぶっつりでいいかも。100ちょいのダメージだったら。あー、よかったー。血を集めた方ね。いや、でも嬉しいわ。ごめんな、ぶっ殺すとか言って仲良くしようぜ、マムちゃん。いいモンスだよね、あのシステムがあれだっただけでさ。よし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 、いっぱい手に入った。まあでも歴戦個体がいるんでしょう。競争攻撃、うん、金色の装飾具、乱気流と黄金の装飾具、乱気流ですね。さあ、喉たんからちゃった、ごめん。終わりなき黄金時代に蹴りをつけに行こう。とりあえず強化先をもう一回見よう。防具だな、武器はもうあれだから防具見よう。あ、満足感極意。満足感ってなんだっけ。100% になんじゃねえのこれ。もしかしてさ、一生入って、あ、違うか、2、3が増えるだけなのか。そっか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 。75% ね、ずーっとこれで飲むやつがいるんだろうな。根性だし。まあでも、弱かねえな。あー、いや、頭強くね。あー、スロットねえや。あ、でも別に悪くないと思う。なんか、組み方によっちゃありっちゃありな感じがするな。さあ、毎回間違える。ここら辺だよな、これだ。重金美学。ああ、だからこれ手に入れるためには V 破壊たくさんしなくちゃいけませんよってことなのか。あ、マックスだ。あ、バー、終わりました終了です。モンスターハンターワールド終了ですバーカ強い。ただ切れ味がやばいな。いや、やばかったわ。
マジ？メジ？3枠拡張できるでしょ？回復能力と属性強化につけられるわけじゃん。で、お情けの属性強化に会心 20% でしょ？これさ、歴戦テオが来た後だよね。本気でやばくなるのは。あの、会心劇属性ってさ、あの、斧強化の、回転部分あるじゃないですか。あれに乗るダメージって会心劇属性が一番多いのよ。属性値を上げるよりも会心劇属性にして会心出た方がダメージが増えんのね。だからやべえことになるんじゃねえかなと思うんだけど、これ今でももうやばいだろこれ。超会心いらねえなこれ。あってもいいけど、なんか組んでみますわ装備を。これすごく強いと思います。他のは眼属とか、眼属とかいらんか。水とか強化してみっか。だーだこれもうこれ以外使えないじゃん。じゃあねえいいけど、でもこれディープシネーゲルよりも強いよね全然。どこ行った、ディープシネーゲル。あった、650900でしょ、630000でしょ。で、会心劇属性がついてるでしょ。いや、まあ、こっちは強えや。で、これ、属性強化、どこ行った、もう毎回見失うんだけど、属性強化を7つけてこれだから、まあ、めちゃ強だよね。3-3で考えたら、ちょっとつけてみっか、属性強化。もう、なんか、1個の画面でやらせてくんねえかな。何が足りない、戦慄のクラギとか。690? はい、君の勝ちです。だ、白ゲージが少ないのが気になるから、快進撃前提の運用なのか、快進撃じゃねえや、あの、達人芸前提の運用なんで、歴戦テオテスカトルが、現れるのを楽しみにしてますということで、53分の動画ということになりました。カットしても、無理ですね。はい、パート2つに分けます。ニコニコの方は、 YouTube の方はこのまま1本であげます。お疲れ様でした。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。